あとね、5着の、はい、ゴーシェナイト。これ、ポイントですけども、ルメール騎手のレース後のコメント見てください。ワンペースですね。ずっと同じペースで走っていました。このね、この、これ、これ、はい、あの、ワンペースって言葉が出たら、ダートの可能性を感じてください。はい、また後でね、後でルメール騎手がワンペースってコメント出してるときに、そこではダート面白いんちゃうかって言ってるんですけど、今回言ってないけど、そのワンペースってコメントが出てきたら、ダートの、適性があるんちゃうかっていうのはちょっと感じておいてください。これ、重要な言葉です。はい、はい、分かりました。はい、切り抜きます。はい、短いけどね、まあでもこれと、この部分と、この部分とその後で出てくる部分を足してくれたらいいと思います。確かに、はい。以上ですね、はい。はい、ありがとうございます。あとそうですね、はい、これ、ね、この3着馬、はいはいね、あの先ほど言いましたよね、サンドレスの、はいはいはい、ルメール騎手のコメント見てください。走りがワンペースです、はい、最後までバテてないのでダートがいいかもしれません、うん、先ほどありましたよね。ありました。はい、どのレースだったっけ。中山日曜日5レースですね、うん、はい、そうの、ゴーシェナイト、これもワンペースですね、ずっと同じペースで走っていた。ここはこれしか書いてないけど、ワンペースって言葉が出てくればダート代わりが面白いかもしれないっていうのはちょっとこれはチェックしておいてください。ありました、チェックしておきます。はい、はいはい、以上です。はい、はい、ありがとうございます。